はい、今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介させていただくっていう、そういう動画でございます。紹介してくれるのはウッチーこと内山店長にお願いしたいと思います。お願いします。はい、内山です。よろしくお願いします。はい、でまず今回ご紹介していただくお車がマクラーレン 600LT スパイダーですね。もう見た目がすごいことになっておりますが、はい、これエアロとかは 600LT だから、はい、純正ですね。基本純正で、はい、ただなんかこうちょっとところどころ見慣れない感じの、はい、ブルーカーボンになっていて、はい、マクラーレンのスペシャルオーダーなんだっけ、オペレーションマクラーレンスペシャル MSO で、なんか特注のやつで、ブルーカーボンに施工されている。こんなの見たことないです、はい、こんなところどころ、はい、フロントサイドリアル。あとこの辺もなんかそう、これもオプションのカーボンフェンダーエンブレムが入っていて、はい、オプションで左右で180万ぐらい。本当に？らしいですよ。やばいねこれ。やばい。だその青のカーボンにするのもお金かかってるでしょ。そうかかってる。で当然このミラーとか、はい、その辺もブルーカーボンですね。ここも全部ブルーカーボン。中もなんだ。そう。だからカーボンのオプションが3段階ぐらいあるのが全部入ってるっていうカーボン満載の1台。これちょっととてつもない車だね。オプションの金額とてつもないと思う。でも屋根開きもそもそも珍しいというか、スパイダーの方は多分台数は少ないと思う。少ないんだよね、はいはい、でそんなお車を今回何をしたかっていうと、なんと車高を下げてホイールを入れて入れちゃうっていう、はいはい、で今回入れたのが、はい、アナーキーの X シリーズ S1X1 ですね、はい、石押しの、はい、アメタン、はいはい、これは2ピースの、モノブロックですね。ワンピース、ね、モノブロックなんだ、はい、なるほどね。もうすごい、もう芸術的な削り込みで、うん、これはすごいですよね、はい、かっこいい。で色はこれは、ブラッシュドガンメタル。ああなるほど、はい、ジョルーフがまあ、今開けちゃってるんで映ってないですけど、トップがガンメタなんで、あな足元にもガンメタで色を合わせてみました。あえてこう色増やすんじゃなくて、そう統一感出るようにこのボディで使っている色を足元に持ってきて、そうです、はい、ちょっとごちゃごちゃしないように、はいはい、でこれブレーキとかはこれ最初からこう、ブレーキは純正のお客さんは多分純正で塗ってる感じの。ああそうなんだ、はい、なんかその辺とのマッチも、はい、バッチリでございます、はい、で車高はこれ何ですか。これはロベルタの、スプリングキットで。ああなるほど、はい、一応アジャスター付きなので、はい、車高を上げ下げ自分でタイヤホイール外せば調整できるように。ああじゃあ微調整なんかもできると、はい、でリフターをつけることもやろうと思えばできる、はい、まあ、でも今回は純正リフターがついているので、純正リフターを生かしてそのままかけて、だついてない車につけるとか、もっとストローク量を増やしたいっていう場合はロベルタでつけることもできる、はい、できちゃいます、はい、でこういうちょっと特殊な車の足回りを変えちゃうと、うわもうダイネーとかっていう、うん、はい、ちょっと意見がありそうなんですけど、これ逆にこの貴重なタイヤホイールを取っとくっていう、そうですね、はい、あそれまあまあよく言えばね、はい、純正を僕全然知らなくて、はいはい、途中で言われて知ったんですけど、なんかアメリカだともうそれこそスーパーカーとか珍しい車だと逆に、うん、ああ純正を取っとくために、そう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 、逆に車外で普段は乗るっていう、ハイパーカーとかもあえて取り替えちゃう。HRE なんかも特にそういうハイパーカーの需要がめちゃくちゃ多いっていう。で結局売るとき元に戻して、傷つけられない状態で、そう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 、すごい考え方。そうだからもうあえて交換しちゃうっていうのはもう全然ありな考え方で、なおかつかっこよく、はい、履けるっていう、そんな感じで仕上がっております、はいはい、でもう一点ちょっと今回の一押しポイントとしては、なんとこんな貴重な車のボンネットを取り替えちゃうっていう、1016ね、取り替えちゃいました。もともと純正はこれアルミだよね、はい、そうですね。でそれをアメリカのエアロブランド、はい、1016インダストリーズのレースフードをつけました、はいはい、でこの辺のもう自然すぎてなんかちょっと純正オプションかなっていう感じになってますけど、これは、600LT スパイダーでパイクスピークエディションっていう限定車が世界で6台だけあって、それがこういうストライプが入ってます、ね、まあ、これとはまたちょっと違うんですけど、まあ、それを意識してもともとカーボンのフードなんでカーボン目を残して、あじゃあこれ元々の、そうです、元々のカーボン目を残して周りを同色で塗ってっていう形で、なるほど、はい、でやっぱりボディがブルーカーボンなのでブルーカーボンを再現するためにちゃんとボンドボディで
苦労してマットクリアをちょっとブルーマットクリアってそうこれはマットクリアじゃなくて全部グロスのクリアでまとめてそう段差がない状態にしてプロテクションフィルムをここだけマット用貼ってあ、はい、マットこっちがマットだからねそうですなるほどでこの色味はそのクリアで再現してそうです、はい、ですごいのがなんとこのボディ側は普通のグロスでそうです、はい、このラインだけマットになってるっていうということはこのプロテクションをここで繋いでるってこと繋いでますねパッと見はでも全然わからない全然わからないこんなに綺麗に仕上がると僕も思ってなかったですね段差もほぼないんですよ、はいはい、そしてちょっと世間をザワザワさせそうなこのボンネットは、はい、これはまああのダクト風なんで裏側はいいんじゃないのかな石井くん取らなくていいでもこういうのってその穴が開いてればいいっていう問題じゃなくて、うん、そうですねもうデザインなんでデザイン、はいもうそれ以上でもそれ以下でもなく、まあ、それを言ったらもうマンソリーとか例えばもうね機能的なそれがじゃあ本当に機能してるのかっていうまたそのデザインと本当に効くかどうかっていうのは別の問題なんで、ま、別の問題ね、はい、デザイン優先で、まあ、テックアートとかはねあの、まあ、機能性も考慮したデザインあるけどもうその空力最優先で作っちゃうと今度デザイン面白くないし、うん、デザイン優先で、まあ、作っちゃうと今度空力そうですね、もう両方バランスよく、はいはいまあ、穴が開いてればいいっていう問題じゃなく、まあ、今回は開いてませんけど、はいまあ、やろうと思えばできなくはないけどで、はい、まあ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 ないんで、まあ一応こんな感じでやってあります、はいはい、あと一押しポイントとしては中とかもちょっと見ときますかはいもうかっこいいよねこれ、ね、ドアの開け方がね、はい、そして開けるとこのカーボンの主張があ、うん、ここも全部なんだ全部カーボン裏側もでここにプロテクション貼るのが特におすすめなんだっけ？え、まあ、前面か、うんまあまあ、結局マクラーレンってここが全部ボディの下になっちゃうんですよそうサイドステップスカートになっちゃうんで中もこれすごいね全部ある感じ、うん、全部アルカンターラでステッチもブルーのステッチであとよく見ると確か紺色のアルカンターラがあってコンビネーションになってるんで紺と黒のえこれ 600LT ってもう全部これなのいやいやいやお内装のカラーは選べる注文というか、はい、オーダーしてそう全部ある感っていうそう全部ある感でフルバケっていうフルすごいねこの車でもこれとまた別でセナシートっていうのがあるからねカーボンのああセナのバケがシートとそう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 でこれえ背面のところのカーボンのあカーボンなんだすごいであとは後ろに回っていくと、はい、この辺もすごいっていう、ね、この辺がまたすごいこの車のマフラーを変えるのかっていう変えました変えました、はい、これはマフラーはちなみに大人の事情でメーカー名は出さない方がいいかな、はい、まあそうですね、はい、でも一応素材は、はい、あのインコネルで、はいはい、あの一番、ね、音がいいと言われるインコネルで全部作ってますね、まあ、多分 F1 とかレースとか詳しい人だと、うん、多分馴染みのある素材だけど一応そのステンのさらに上を行くみたいなそうです F1 の実際マフラーに使われる素材なんかものすごく耐熱性が高いそうですね、はい、で厚みが一番やっぱりその素材自体が一番薄いんであ結構その加工が難しいってよく言われますよね、うん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 、おもうフルフルで交換してバンテージ巻いて、うんこうなんかはい、男らしい感じがでこれまたメッシュで見えるのがいい、ね、いいですよねこんな感じでしょうか。そうそうえこの辺も 600LT ってノーマルでこうなってるって。いやオプションでカーボンが選べるから、これはオプションでカーボンにして、それをまたさらにブルーカーボンにしてるっていう。じゃもうベース車両がとてつもないお金がかかって、そう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 。かっこよくなってるっていうそんな車に。だからもう本当フル装備っていう言い方が合ってるんじゃないかぐらいの。ちょっと 600LT こういうもんだと思ってると。うんあのオプション少なめのを見たときにちょっと寂しく感じちゃうぐらい今回の車はもう盛りだくさん満載、すごいねこれ、はあ、とりあえずでもカスタム的にはこれで一段落、ねうん、そしたら今回ちょっとせっかくなんでちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思いますうちお願いしますレーシングカーです。
そしてこんなレスポンスいいんだね 600LT って。バイクじゃんもう、うん、ほんとバイクみたい。そんなすごいマフラーがついてございます。はい、というわけで今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた 600LT をご紹介させていただきました。結構ボンドショップ東京、まあ、いろんな車、はい、本当にスーパーカーでこんな車いじれるのっていう車が結構そうですね、何でもできるんで、はいはい、あの店長内山にご相談いただければいろんなことが提案できると思いますので、はい、ぜひぜひお問い合わせくださいませ、はいはい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。